保有資格37個目の紹介は日本商工会議所主催日本語文章処理技能検定ワープロ検定の4級です受験費用は2000円から3000円の間ぐらいだったと思いますけれどももう記録にないんでわかりません実はこの試験2006年の4月から日照 PC 検定変わってしまったので廃止になってしまいました 当時の4級の試験内容ですけれども10分間で280文字の入力を行うことと課題に沿って1つの文章を作成するっていう問題が出ますそしてこれが成績証明書ですけれども試験日のところが印刷ミスしてるのに20線を引いただけで訂正してます。それくらいいい加減な試験だったんでしょうね。 そしてこれが合格証書ですがもう廃止されてるし4級だし全く意味のないものですまあ数合わせで取ったんでしょうがないですけどねこれで保有資格37個目の紹介を終わります